私の母は9代目の六色であると同志は教えてくれた。私にはとても偉大でとても遠い存在に感じた。母が去り際に人からあやかしへと戻る瞬間を除き、私にはほとんど彼女の記憶はなかった。君の母は土地を守る小髄だったんだ。小髄って？小髄とは知能を持ち土地を守りて幸福を授ける大妖怪だ。君の母がまさにそうだったんだよ。だが小髄は私情を持ってはならない。彼女は君のために堕落したということを忘れてはならないよ。私情って？彼女が持つべきではないものだ。君もね。だが彼女が歩めなかった道を君は歩むことができる。何の道？この土の道みたいな？それともあの家の表面みたいな石の道？どちらでもないよ。町に残り彼らを守りなさい。小髄として。いつか君にも分かる日が来るだろう。同志は私を連れ出したのに私から離れた。小髄だった母もそうだ。だから別れは世間に足を踏み入れるために必要不可欠な代償だと私は考えた。私を廃墟に置いていくとき同志はこう言った。小髄になれ。そうすれば彼女を理解し彼女に触れられよう。その言葉に魅了され私は残ることにした。来る日も来る日もその言葉を噛みしめたが、具体的にどうすればいいのかは分からなかった。同志は何も教えてくれなかったから。でも他に選択肢はない。だから私は人々の口から、様々な歌集から、いろんな伝説から母の存在を、小髄を紡ぎ出そうと考え始めた。そして私はそれらを真似た。再び彼女に会うために。彼女に何を考えてるのか聞きたかった。小髄として私がうまくやれてると知ったら、私を置いていったことを少しは後悔するんじゃないかって。認めるよ。私はかつて一度も真に彼女を、小髄を理解できたことはない。シーニャ、本当にするつもりか？わかってる。今まで飛び越えられた人はいないんでしょ？理性から何度も忠告されたし、たくさんお話を聞かされたからわかってるよ。おとぎ話としてだけどね。でももうこうするしかないの。願掛けが最後の道よ。それに昨日はもともと願掛けがあったでしょ。行かせてくれてありがとう。服まで用意してくれるなんて、失恋者がいないとどう着ればいいのかすらわからないけど。でも大丈夫よ。たとえうまく着れなくても新しい服っていう事実は変わらないし。
本当にありがとう。それじゃあ行ってきます。他に方法があるのかもしれない。そこまでする必要は。ミスター勝手、あの、私たちは壊れた橋に祈るしかないのでしょうか。心願成就、もしくは願掛けが成功することを。正直言って、そんなものが本当にあるのですか。ありえぬ。諦めた方が良い。昨日祭の1日目は最長春というらしいですが、ミスター勝手、最長春とは何ですか。百年に一遇の最長春、昨日でもあり立春でもある。立春なりて権威のもと春季を運ぶ。すがすがしくも穏やかな陽光を。なんだかとてもすごいもののようですね。ですが何を言っているかさっぱりです。立春とは節気の一つであり、春の訪れを示す。最長春とは、立春と昨日祭の一日目がちょうど重なる日のこと。百年に一度とも言われるほど珍しいものだ。確かに、それも新年の一日目だなんて、とても縁起が良さそうですね。もし仲間が元に戻れなかったら、それでもまだそう思えるか。その時は彼らを連れて帰り、方法を探します。沈黙はおやめください。あくまで目下で最善の策にすぎません。あなたもおっしゃった通り、願うだけでは彼らを元に戻すことはできませんから。昔ならできた。昔の話でしょう。誰しも過去にいいひとときはあるものです。あの洪水が起こるまでは。だ、あの時の被害がこれほどまでに長引くとは思っていなかった。我のせいだ。はじめは獰猛な洪水だ。しかし波の変化と音に警戒する者はいなかった。その後洪水は意のままに暴れ、橋が壊れた。その日を境に園児の焼香は絶たれ、願掛けの習わしも消えた。我は原因を知らぬ。
この剣に手を差し伸べるべく下山した同胞たちも二度と戻ってこなかった。そして今この下の川ですら霧に隠れた園児のごとく失われかけている。無駄なことを、聞こえもせねば見えもせんというに。失礼を承知でお聞きしたいのですが。構わぬ。あなたが彼らを向こう側まで運んでいけばよいのでは。もし願掛けが叶う条件が橋を飛び越えることなら。何時は本当に単純な異邦人だ。え？自分で歩いていく、もしくは飛び越えて初めて願掛けは成立する。たとえ命を代償にしようともな。何時はあまりに残酷だと思うだろうが、必ず叶う願掛けがいともたやすく実行できたら、この地にいる生き霊の苦しみなど滑稽なものとなってしまうだろう。我を信じておらぬな。いえ、理解しようとはしているのですが。同じことだ。何時を向こう岸まで連れて行くことはできるが、無意味ということを覚悟しておけ。え？向こう岸まで連れて行くと言ってる。なぜ急に？さっきも言っただろう。何をですか？汝の骨相は我が唯一読めんものだ。